せーの、エリテンチャンネル。よっしゃ、エリどうすか、心境は。心臓が痛い。私本当に、こんな久々に緊張してる。なるほどね、もう、胃が痛いわ、俺も。二人とも体調悪い。飯頼んだばっかりじゃん。ちょっと待ってる間一個いい？何？今って印鑑持ってる？うん、言われたからね。何？あの、俺のはすぐ書けるからね。さ、とりあえずエリの印鑑がどうしても必要なんだよ。何？何？怖い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 。何？ちょっとあの、これあのどうしても必要なんですよ。ちょっと待って。嫌な文字が見えた。何？吉本興業って書いてある。そう、M1 に出ます。M1 に出ます。M1 に出ます。ついに今日ですね。今日だよ。心境はどうですか？いや、結構もうお腹痛いよ。お腹痛い？お腹痛いよ。私もお腹痛い。あんなテンションで誘っといて、結構追い詰められちゃったよ。怖いよ。これを…さあ、本番目の前にして、どうすか？行こうか。でも、緊張してるけど、いいよ、もう二度と会わないと思って、審査員に。あ、びっくりした、俺とかと思って。違う違う違う、審査員の人の前だと緊張しちゃうから、もう二度と会わないと思って作家さん、やって逃げる。作家さんいますよ、作家さん、番組とかってことは、つまり、笑顔で頑張りたいと思います。じゃあ、あの、テンスケンから、あの、芸人っぽい差し入れ。これでついに私も芸人への道が進みました。じゃあ、早速、響こう。せいちゃん、準備はいいですか？うわ、いいよ。調子いいですか？右、左、上、下、6時。もう大丈夫、滑ってるけど。受けてる。呼ばれたで。じゃあ、衣装にチェンジしましょうか。はい。どうすか、気持ちは。ちょっともう、ここまでネタ合わせしたら結構なんかいい感じっしょ、もう。余裕そうだもん、ちょっと、見た目。余裕そう？うん。本当？余裕だよ。どこ行くの？どこ行くの？どこ行くの？帰る！帰んな！帰んな！帰った！疲れたけど楽しかったです。じゃあまた来年も頑張りましょう。来年出る？出る。キングオブコントから出るぞ。私もう本当に芸人になるみたいな。